2024全日本スーパーフォーミュラー選手権第6戦決勝、3つ4つ5つ、 To the next 50スタート。まずは太田がいいか、太田が今年のスタートがいいか、そして野尻もいい。さあ坂口背中下がっている。1コーナーは岩坂が一番前だ。岩坂が前に出た。そして野尻無限ワンツー。太田はそのまま抜かれて、レンに抜かれたから、佐藤レンに抜かれて4番手やってくる。1コーナーアウトサイドから野尻だ。守る岩坂。あ、引きましたね。岩坂が膨らんでくるのに野尻引きましたですね。よく見てる。まだサイドバイサイドが続くか。続いてはコカ・コーラコーナー。インサイドは岩佐、アウトサイドから野尻。ああ、岩佐がオーバーだ。ここで合流してくるが、その後ろからさらに佐藤蓮が来る。野尻トップ。福住で太田格之進がここは前に出ます。福住2つ順位を落とした。このストレートちょっとウィング曲がってるかもしれませんね。福住の接触を見てみましょうか。インサイド太田格之進との接触ですね。ああ、太田ですね。岩佐が入りますね、うん、後ろからもダンデライオンが一段入っていますね。ってことは結構野尻さんを引っ張るんですかね。どうなんだろう。格之進ですね、入ってきたの。いや、先ほどは1秒以上の差があったんですが、コンマ4、今はもうテールトゥノーズ。さらに坪井がアウトサイドからコカ・コーラコーナーをかぶせてきた。ああ、オーバーラン。これは戻らないとダメでしょうね。ここは野尻に一旦100、そこはね、分かってますよね。トップ野尻が22周目に入ってきました。これが岩佐ですかね。岩佐通過、そしてその後ろ太田格之進の後ろです。なんでこのタイミングで入ったんだろう。坪井はどうでしょう。このラップ入ってきそうですね。入るのはなんでなんだろう。もう使い切ったってことか。これが岩佐、ミッドイン組のトップ。その後ろから太田格之進が来る。で、太田格之進が前、坪井はその後ろですね。さあ小林カムイが野尻もオーティエスを使っている。さあ横に並んでサイドバイサイド、インサイドが小林カムイ、アウトサイド野尻ともき。1コーナーは小林カムイが取ったか。小林カムイトップが岩佐で、太田格之進その後ろから坪井翔。伸びてくる伸びてくる。これで取れば3番手、事実上の2番手に上がります。前に出た坪井を待てく。さあトップの2台コンマ9秒、前のラップ25秒5の岩佐、24秒7の坪井。坪井セクター2全体ベストを出しています。うわ、これかなり並べた。さあオーケースを使っている坪井。岩佐はまだ使っていない。岩佐は使っていない。さあ坪井がアウトサイドに振る。インサイドは岩佐、アウトサイド坪井。前に出るか坪井。さあそして1コーナー勝負、ブレーキはどっちが前か。岩佐がちょっと膨らんだように見えましたが守った。すごいレベルの高いブレーキング競争でしたね。そのままコカ・コーラも岩佐前か。いや、誰もここで大きく上前に出た。なんと坪井 100R でオーバーテイクトップ。小林カムイが太田格之進を抜いて3番手に上がっている。あら、なんと表彰台圏内に入ってきました小林カムイ。野尻さんも抜かれちゃったんじゃないですか。野尻が牧野に抜かれてますね。さあこれが太田格之進のモードなんで、これが右側から小林カムイがオーバーテイクしてくる瞬間です。坪井、さあ今シーズン富士2連勝ということになります。今シーズン2勝目。ちょっとトムスのペース、坪井のペースがちょっとずば抜けてましたね。そうですね。いや、ありがとう。いや、完璧、最高、ナイスナイス。いや、ふっと車完璧、ありがとうございました。坪井2勝目、富士で2連勝。岩佐が2位、そして小林カムイが5年ぶりの表彰台の3位、ランキング2位につけていた牧野が4位、福住5位、ランキングトップだった野尻は6位フィニッシュ。